1月24日火曜日の全国のお天気をお伝えします。明日は今シーズン一番の寒気が流れ込んできます。日本海側の各地、雪やいこのところ多くなっています。大雪、吹雪の恐れがあります。交通機関に影響が出たり、車の立ち往生など発生する可能性もありますので警戒をしてください。太平洋側の各地も雪雲が流れ込むところ多くなっています。東京でも夕方以降、そして東海、近畿エリアに関しても昼過ぎ以降は雪の降りやすい天気となりますので注意をしてください。気温見ていきますと、明日は厳しい寒さとなります。特に午後からは強い寒気が流れ込んできますので急速に気温が下がってきます。最大限の防寒対策をするようにしてください。なお、最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。